Google Latitude はモバイルの Google マップ上であなたと友達の居場所を共有し確認し合えるサービスです。便利な機能ですが、あなたがいる場所を知られたくない時もありますよね。そう心配される方もご安心ください。プライバシーはあなたご自身で守ることができます。共有リクエストが来た場合、受け入れて自分の現在地も教えると指定した友達だけがあなたの居場所を確認することができます。受け入れるが、自分の所在地は教えない、また承認しないとあなたのニーズで設定することが可能です。一度現在地の共有を許可した場合でも、後から設定の変更ができます。リストから設定を変更したい友達をタップし、この友人に現在地を教えない、また相手に大まかな都市名だけを公開する、現在地の都市名のみ共有を選択します。困った時に設定し直してみてください。またメニューのプライバシーから現在地を共有するすべての友達に対し一括して設定を変えることもできます。現在地を教えても良い場合は、現在地を自動検出を選択、任意に指定した場所を相手に表示する場合は現在地を設定、現在地を非表示を選択すれば、あなたの居場所は相手の地図上に一切表示されることがありません。 Google のサーバーにはご自身で設定した最新の現在地しか保存されないようになっています。非公開に設定された場合、あなたの現在地は保存されることはありません。安心して Google Latitude をお使いください。